近大地光介国門島国門島は、横溝聖史の長編推理小説、及び作品中に登場する架空の島。近大地光介シリーズの一つ。1947年1月から1948年10月まで、雑誌、宝石に17回連載された。俳句を用いた見立て殺人を描いている。横溝作品のみならず、国内ミステリー作品の最高峰と、 位置づけられている。本作を原作とした映画2作品、テレビドラマ5作品、舞台1作品が制作されている。終戦から1年経った1946年9月下旬。金大地光介は、戦友、鬼頭千万太の不法を知らせるため、千万太の故郷である瀬戸内海に浮かぶことを、極門島へ向かう船に乗っていた。金大地は、千万太が、 今はの際に残した、俺が帰ってやらないと、三人の妹たちが殺される、という言葉を思い出していた。その前年、千万太は引き揚げ船の中で、来たるべき事件を未然に防ぐため、マラリアのため余命行くばくもない自分の代わりに、極門島に行ってくれるように戦友の金大地に、頼んでいた。千万太は金大地が、本人殺人事件を解決した探偵であることを、 知っていたのである。近代地は、極門島へ向かう船の中で、戦争中教室されていた、仙行寺の釣り金がいつぶされずに返還されることになったことと、出生していた千万太のいとこである置の生存情報を耳にする。極門島は、封建的な印象が残っていることで、島の網元である鬼頭家は、本鬼頭と、文鬼頭とに分かれて対立していた。 千万太は、本王頭の本家、一は、本王頭の分家である。本王頭家には、千万太の妹妹である三姉妹、坂焼、雪江、花子。そして美しくしっかり者の一の妹、さなえがいたが、当主である千万太の父、読松は発狂して、雑誌記録に入れられており、千光寺の住職、両年と村長の荒木田平、医者の村瀬美幸庵が、 その貢献人となっていた。それから10日余り経って、釣り金が戻ってきた同じ日に千万太の正式な、千拍子の広報が届き、葬儀が営まれた。その夜、末妹の花子が行方不明となり、両年の指示で捜索が行われたが見つからない。寺に戻ることにした近代地が、千光寺の天祖、両沢や氏を作り、竹蔵と合流し、 ちょを持って、先を行く両年の後を追っていたところ、境内に入った両年が慌てて三人を呼びつけた。その指さす先を見ると、庭にある梅の小僕に足を帯で縛られた花子が、逆さまにぶら下げられて死んでいた。近代地は両年が念仏を唱える中、吉外者が仕方がないとつぶやくのを耳にする。両年が発狂した千万太の父を犯人だと思っているのなら、 きちがいだからであるはずが、なぜ、きちがいじゃがなのかと疑問を抱く。翌日、近代地は投入させてもらっている、千光寺で、千万太と一の祖父で、本王に頭の仙台、カエモンが記号した三句の俳句屏風を目にする。無残やな兜の下のキリギリス、一つけに、遊女も寝たりハギと月の二句は読めたが、残る一句が反読できなかった。 残る二人の姉妹も千万との遺言通りになることを恐れた金大地だが、挙動不審者として、清水巡査に留置場に入れられてしまい、その間に次の殺人が起こる。今度は三姉妹の次女の幸江が首を絞められて、釣り金の中に押し込まれていた。交流されていたために、アリバイがあり、釈放された金大地は現場に赴き、そこで、両年が、 無残や名の句をつぶやくのを聞く。金大地は釣り金を、てこの原理で持ち上げる方法を実演してみせた後、福音兵の海賊が潜入したとの報告を受けた、磯川警部が島を訪れ、金大地と再会する。花子や雪江が殺された日、何者かが、屋敷や寺に侵入した形跡が見つかる。海賊や殺人犯人の仕業ではないかと目され、山狩りが行われることになった。 その最中、金大地は床屋、清田だから、三姉妹の母のおさよは、道成寺が得意な旅役者で、読松が見染めて五歳にしたものの先代のカエモンとの折り合いが悪く教師、その後、読松もおかしくなり、座敷牢に入れられたという天末を聞く。その直後、福音兵が転落死するが、転落する前に何者かに頭を殴られていた。 早苗はその男が兄の一かもしれぬと思い、密かに食物を差し入れていたのだが、別人と判明する。その夜、本王頭では、雪絵の艶が行われた。三姉妹の長女である酒焼は、白表紙姿となり、母から伝授されたという祈祷を行っていたが、祈祷の鈴の音は、途中から猫が鳴らしており、酒焼は考察されて、あたりには、 萩の花が巻かれていた。近代地は、雪江が殺された日に、釣り金が移動したという目撃情報を聞く。さらに、酒焼きがこもった、木頭昌先代が、一つやと呼んでいたことを聞かされて、酒焼きの死が、一つけに、のくの見立てであることに気づき、読めなかった屏部の句が、うぐいすの実を逆に発音かなであること、そして三姉妹はすべて屏部の句の見立てで殺されたことを、知る。 金大地は、極門島の人間は、気が違っていると興奮し、その瞬間、気違いという言葉に関する謎が解ける。金大地はこの事件に、先代の影が差していることから、文、鬼頭の当主、義兵に話を聞く。そこで、カエモンが見立て遊びを好んだこと、孫息子を二人とも戦争に取られ、意味嫌っていたおさよの地が残る、本鬼頭の将来を憂い、 島の三大長老である住職の両年、村長の荒木、医者の公安に何かを託したこと、また彼らもカ門に同情的だったことを知る。それまで、近大地は警察が来たことで自分の蘇生が知れたと思い込んでいたが、かつて自分が関わった本人殺人事件の新聞記事を村長が読み返しており、それを目撃した助役が義兵にも耳打ちしていたことを知り、 彼らがずっと以前から自分の蘇生を知っていたことに愕然とする。近代地は磯川警部立ち合いの元両年と面談し、一連の殺人事件の真相を語る。花子は両年、幸江は荒木、坂焼は公安に殺されたのであり、俳句の見立てによる殺害方法も含めてすべては死んだ、替え物の差し金によるものであった。両年が念仏を唱えながらやいたのは、 きちがいじゃが仕方がないであり、ウグイスの実を逆に初寝かなは、春の句であるのに対し現在は、秋で季節が違うということを指していた。出生した千万太が死亡すれば、気の狂った読松とその子供である三姉妹が、本王に頭を継ぐことになるが、かえもんは三姉妹のうち誰が後を継いでも、本王に頭の家が危うくなる上、三姉妹の母親であるおさよに対する憎悪も手伝って、 千万太が死に、一が帰った場合には、一に、本鬼頭の家を継がせるために邪魔になる三姉妹を殺害しようと考えた。両年は、そのことをカエモンが死の直前に自分たち三人に依頼したこと、無残や名に使う釣り金が戦時物資として供出させられているためカエモンが指定する殺人方法は成立しないと安易に考えていた。ところに、 釣り金が帰ってきた上、千万太の死と一の生還という条件まで揃ってしまったため、実行に踏み切ったことを語る。近代一は全てが明らかになった後、前夜に荒木が島から逃亡したことと、公安も面談の前に発狂したことを知らせ、さらに一の生存が福音詐欺による偽りであったことを伝えたところ、両年はその場で休止する。金代一は残されたサナに、 東京に出る気はないかと誘うが、早苗は、本鬼頭を継ぐ意志を固めていたため、一人島を去る。極門島は、本人殺人事件に引き続いて、雑誌、宝石に連載されたもので、近代地公介シリーズものとしては2番目の作にあたる。横溝正子が最初に筆を取ったのは1946年10月で、最終編の脱行は1948年8月と、 足掛け3年、実年月で1年と10ヶ月の長期連載となっていて、横溝は、無論、私としては、初めての経験であったと振り返っている。横溝が島を舞台とする小説を書くことを思いついたのは戦争中で、1945年の春に、両親の出身地である岡山県へ疎開したのも、瀬戸内海の島が近いというのが一つの理由であった。しかし、 元来で武将で乗り物恐怖症のため、疎開中にどの島にも足を運ぶことはなかった。にもかかわらず本作で、小島の封建的な風習、風物を描くことができたのは、疎開先の部落に、かつて、瀬戸内海の島で、青年学校の教師をしていた人がいたからだと、語っている。また、島を舞台に書きたいという願望は、遠くは、江戸川乱歩のパノラマ島北見や、 孤島の鬼に橋を発しているが、近くはカーター・ディクスンのプレーグコートの殺人の影響であり、プレーグコートは別に島ではなく、ロンドン郊外にある中世風の旧家である。だから、これを島に持って行っても、一向差し支えのないような雰囲気なのである。と述べている。俳句屏風を作品に用いようと思いついたのも、戦争中のことで、博文館を辞めるきっかけとして、 家を建てた際に、友人から新築祝いに送ってもらった、うぐいすの実を坂島に初音かな等三枚の灰画の、色紙が貼られている屏風を、疎開先に持ち込んで、これ、小説にならないかな、バンダインのビショップのようにやれないかと思いついたと語っている。横溝は、大方の構想がまとまったところで友人に、それを聞いてもらう習慣だったが、疎開先ではもっぱら夫人に話していた。 この、極門島でもそうしたところ、夫人が、一人ずつ犯人なのねと応じた。横溝は、そんなの馬鹿にされると怒ったものの、今までなかったから面白いのではないかと考え直し、怪我の巧妙で、極門島の犯人が出来上がったという。作中の、釣り金の力学のトリックについては、運の十三。相当衆の知識については、千光寺の末永和尚に教授を仰いでいる。 横溝には、神戸に中時代に、西田徳重という探偵小説マニアの友達がいたが、中学卒業後の秋に創生してしまった。横溝はその縁で、兄の西田誠司と文通するようになっていた。横溝は8月15日の日本敗戦後、疎開先ですることがなく、本格探偵小説の鬼であったと言い,い、小さなトリックを次から次へと思いついては越に入っていた。 さきの西田兄弟は揃って本格探偵小説ファンで兄の政治は GI が売り払っていった古本が古本屋に山のようにあるとポケットブックを疎開先に後から後から送ってくれた。横溝の本格熱はますます加熱し西田正春さんの送ってくれた本の中にアガサクリスチーのそして誰もいなくなりましたがあった。これが後の私の獄問党になった。 と語っている。戦後の長編第一作として、横溝は、本人殺人事件を執筆するが、これは、試験的作品であり、従って私が初めから自信を持って着手した、本格探偵小説は、第二作の、極門島以降ということになるのであろうとしている。有名な、吉ジャが仕方がないについては、エラリー・クイーンの、Y の悲劇における、 なぜ狂気がマンドリンだったのかというサブトリックの真相に感心し、メイントリック以外に、ああいう細かいトリックを散りばめると効果的だと思ったため考案したと横溝は述べている。本作は近代地高助の復員直後という時代設定になっており、作品世界としては時間的に猿滑りの下に手の跡ということになるが、執筆は本人殺人事件の次である。 作者は、欧米探偵小説の同様殺人事件、特に、バンダインが、相乗殺人事件で描いた、マザー・グースに基づく連続殺人事件のようなものを、書きたい、と考えていたが、2番戦時と批判されると、諦めていたところ、アガサクリスティが、そして誰もいなくなったで、同じようなことをやっているので、自分もやってみようと思い立ったと述べている。 俳句を用いたのは、それに代わる動揺が日本では見つからないからであったが、それでも動揺殺人を書きたいという思いは捨てきれず、それが悪魔の手まり歌に繋がったという。作品全体に敗戦直後の混乱が描かれるのも一つの特徴で、福音詐欺、ラジオ番組の福音だよりカムカムの時間などといった話題があちこちに見られる。また、事件の内容は、 歌舞伎、慶河の子娘道成寺と関係があり、三人娘の母親であるおさよが娘道成寺を得意とする旅役者だったことが語られるほか、第一被害者、花子は娘道成寺に登場する白拍子の名前であり、第二被害者、ゆきえは娘道成寺の主要テーマである釣り金の中で発見され、最後の被害者、坂焼は、 白拍子のような装束で殺害されており、さらに被害者の死因は、総じて日本手拭いによる考察であるが、これも娘道なり寺での小道具の一つである手拭いと符合する。この作品のヒロイン鬼頭さなえは、金大地公介が生涯愛した女性の一人として知られる。金大地は、極門島を離れる際、さなえに東京へ出る気はないかと、 プロポーズとも取れる言葉をかけている。しかし、備えは、いいえ、私は、やっぱりここに残ります。もうこれきり、お目にかかりません。と島に残る決意を固めており、近代地は振られてしまうという結果に終わっている。発表当初より高い評価を受けた本作は、後の本格推理派作家などに大きな影響を与えている。また戦後たびたび行われた。 ミステリーランキングの国内部門では圧倒的にベスト1の回数が多い。横溝自身も週刊誌のアンケートで自作から本作を上げている。なお、近大地光介の登場は前作、本陣殺人事件だけの予定であったが、本陣の連載中に宝石の編集長、城正幸から次の作品をかけとの依頼があり、新しい探偵を考えるのが面倒という理由で、 近代地を再登場させることになった。サナエや両年という登場人物名は本作に先立って執筆された短編ペルシャ猫を抱く女から本作へと引き継がれたことを中島川太郎は指摘している。横溝による探偵ユリリン太郎シリーズのジブナイル作品夜行怪人の終盤に目的地である隣の島への経由地点として国門島が登場する。 瀬戸内海の島という地理関係、その昔海賊が跋扈していた地という設定も、極門島に準じたもので、島の駐在である清水巡査も再登場するが、ユリシリーズのジブナイル作品は、一作ごとに世界観がリセットされるため、この作品も特に、極門島との整合性を考慮して執筆されてはいない。そのラマ文庫版及び、角川文庫版、 角川スニーカー文庫版、夜行怪人は、山村正夫の手により、百合凛太郎の部分が、近代地公介に書き換えられている。そのため、清水巡査が、近代地のことを知らないという描写がなされており、また、近代地の描写もろくに推理をせずピストルを、発砲するなど、通常の近代地作品とは大きくかけ離れている。本作における事件の謎を解くのに極めて、 重要な鍵として、俳句用語である、基違い」と基違い」の聞き間違いというものがあるが、最近のテレビ放送においては過度の表現の自主規制が行われているために問題が生じる場合がある。例えば、1977年版の映画が後年、テレビ放送された際、基違い」という音声が消されたり、ピー音が被せられたりするなどの処理がなされ、 原作未読の視聴者にとってはなぜ近代値が謎を解けたのか理解できない状況となってしまったことがあった。しかし、近年における BS 放送での放映では、現代からすれば不適切な用語、表現などが含まれるが、作品のオリジナリティを尊重してそのまま放送した、などの断り書きを表示して、音声処理を施さないオリジナルで放送されることも、たたみられる。 テレビドラマにおいては、聞き違いという言葉を使わなくとも話が成立するように変更している事例が多い。具体的には、1977年版では、同音異義語の聞き違いというトリックをなくして単に意味がわからなかっただけとし、1990年版、1997年版、2003年版では、読み松が精神に異常をきたしているという設定自体をなくしている。 一方、2016年版は、この部分を原作通りの設定とした。極門島の所在地の設定は、笠岡諸島最南端ということ、作中に登場する定期便の航路など、6島と共通する点が見られ、1977年の映画化の際には6島で撮影が行われたが、1990年のドラマ化の際には、真鍋島で撮影された。 国問党は九百四十九年十一月二十日に、国問党解明編は九百四十九年十二月五日に公開された。東横映画、監督は松田さらじ、脚本は久吉武、主演は片岡千恵九百七十七年八月二十七日に公開された。東方監督は市川昆、脚本は栗子帝、主演は 石坂浩二、横溝静止シリーズ愛、極門島は、TBS 系列で1977年7月30日から8月20日まで、毎週土曜日22時から22時55分に放送された。全4回、毎日放送制作。横溝静止シリーズ。極門島は、フジテレビ系列の2時間ドラマ。 男と女のミステリーで1990年9月28日に放送された。名探偵、金大地光介シリーズ、極門党は TBS 系列の2時間ドラマ、月曜ドラマスペシャルで1997年5月5日に放送された。金大地光介ファイル2国門党は、テレビ、東京系列、BS ジャパン共同制作の2時間ドラマ、 女と愛とミステリーで2003年10月26日に放送された。スーパープレミアム、極門等のタイトルで2016年11月19日に NHKBS プレミアムで放送。主演は長谷川博美。この作品では、吉ジャが仕方がないは変更されずそのまま用いられた。劇団ヘロヘロ、旧カムパニーによって、 2012年12月16日から22日に全身座劇場で上演された。本作は、笹谷奈々江、池内誠一、j e t 長尾文子により、4作品の漫画化が行われている。ありがとうございます。